は今は朝の9時20分とかそんぐらいなんですけど、子供たちを、ね、学校に送ってエリソンを送って私は帰ってきて朝ごはんを食べで今に至ります。で今日の私の、ね、予定はね、市役所に行かなきゃいけないのこの後、ね、だから化粧はこれからお化粧するんですけど、お化粧が終わったら市役所に行きます。でその後大学のなんかちょっと関係のやつ、昨日クラスサインアップしたからそれどうなってるかなっていうのを見たりとかする感じの日です。またまあ大学の授業始めるのの準備みたいな感じかな。そうっていう感じの一日なんですよ。タイトルでも分かったと思うけど、今日はこのセフォラで購入したものを使ってメイクしていこうと思うんです。でどれも全部開けてないからもう全部初ですごい楽しみなんだけどね。これ数日前に届いて自分のストーリーに載せたの、嬉しかったから届いたって載せたら、結構 DM をいただいてね。で、私びっくりしたんだけど、日本にもうセフォラはその、まあ、インターナショナルシッピングをしなくなりましたとなったんだけど、どうやって手に入れたんですかって言われたので、私その時まで言われるその時まで日本にもうセフォラがさ物を送らなくなったっていうの知らなかったのね。知らなかったので、と思って、じゃあ意味ないじゃん、なんかねシェアしていこうかなと思ったんだけど意味ないじゃんと思ってさ、なんか逆に自慢っぽくなっちゃって嫌じゃんと思ったの。なんだけどなんか結構その DM をいただいた中で一人の方がアメリカのセフォラ、 US のセフォラはインターナショナルシッピングしないんだけど、でも UK のセフォラだと日本にシッピングしてくれるという情報をいただいたんです。そうだからその人は UK のセフォラでショッピングしてますって言ってたのね。でも多分さちょっと扱い物扱ってるものとかが多分違うんだろうからわからない、そこら辺はちょっとわからないんだけども、でも真実は真実は UK のセフォラだったらシッピングできるっていうことらしいんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。すごいナイスな情報じゃない、それだからいいよねソーシャルメディアってね。そうらしいです。ということで私はこれからお化粧していこうと思います。あ、ちなみになんで私はこれが手元にあるかっていうと、旦那の仕事の関係で私転勤してきて日本に今住んでいる状態なんですね。だから旦那は米軍関係のお仕事をしているので支障箱がキッチンの中にあるんですよ。そういった関係で私もそのなんだろう、まあ、アメリカのアドレスがあるからっていう感じでショッピングできるのね。そう、 そういうことなんだけども、ではこれからやっていこうと思います。すごく楽しみ。皆さんも私なんか全然さメイクの動画なんてあげてないじゃん、わかる？だからうんとか思うかもしれないけど、よかったら楽しんでください。まず俺はこれをつけるんだ。これ日本に帰ってきてから買ったの。可愛くない？あのさ普通のねヘアクリップみたいなのつけると髪の毛にさ跡つくねんでしょ。これはつかないから、でお化粧してる時だけつけるから私だってつけてもいいじゃんって思ったの、ハローキティをね。で どっから行こうかな、まあ、スキンケアを終えてるのね。で超楽しみ。まずこれさ、これはもう開けたんだ、これはもう正直使いました一回。ねこれはこれはね全然違う日に買ったんだわ、エルフのあのビューティーブレンダーよ。ちょっと待って濡らしてくるわ。もう私が今持ってるのはね、シャーロット・トゥーベリーっていうあのメイクアップアーティスト、わかる？セルフメイクアップアーティストが作ったブランドのやつで、このファンデーションなんてさ、結構昔に出たんだよ。で、全然興味はなかったんだけど、私今36歳。ね、もう、なんだろう、数年前のメイクの仕方とまた今日っていうのは全然メイクの仕方が違うわけですよ。ね、これ、癖ついてるけど。ということで、これはねミディアムカバレージだったと思うんだよな、片時見たやつだと。ですごくこうナイスなスーパースターユースグローだって。 OK? もうさ名前がハリウッドだからね、ハリウッドフローレスハリウッドフローレスフィルターって書いてあります。で一番さネックなのがさ、お化粧品買うのオンラインでカラーだよね。
特にこういうファンデーション、これファンデーションだけどとかはカラー選ぶのが結構大変で、私はずっとメイクの仕事してたからまあそこそこつけるんだけどいい部分を、でも多分そうじゃない人はさもうまっさかわからんじゃんか、もう本当に、しかもさ例えば自分のお肌と同じ色かなみたいな人を YouTuber で見つけて、でその人が使っている色と同じ色を買ったとしても、ほらこのカメラの色味とかさで、ね、太陽のあれとかで全然色味って違うのよ。だから本当にそれはこういう、ね、経験があって色味分かってる、もしくはもう本当にその場に行って試すしかないよね。それかもう 2色ぐらい買って、ね、2色ぐらい自分の色だろうなみたいなところに2色ぐらい買って、ちょっと濃かったちょっと濃いやつと、まあ、明るめの、まあ、ここら辺かなみたいな2色買ってさ、で、まあ、冬場になるにつれほら日焼けって減っていくじゃん、でいう時はちょっとこっち使って薄い方を、で夏ちょっと濃くなりましたとかいう時は日焼けしたとかいう時はこっち使って、で普段は混ぜるみたいな感じの2色買いかなとかさ思ったんだけど、ファンデーションって高いからね。そうで、とりあえず私が買ったカラーは 4.5 のミディアムです。で私は今日ねメイクするだけじゃなくって、うん、なんかザラザラ喋りたいんだけど、見て、新しいよ、このスポンジをね、これさなんか結構それこそハリウッドのなんかセレブとかさみんなさもうこのままいっちゃって、まあ自分のファンデーションだったら全然そのままやっちゃっていいと思うんだけど、なんか嫌だなって感じ私は。だから、まあ、パレットを私手元にあるんでこれをちょっとさ、まあ、コンシーラーつけるみたいな感覚だよね、まあ、全然私はコンシーラーつけてるんだけど、多分2回目のビデオ見る人とかこれ多分私こうやってやってると思うんだけどさ、わかんない、一番初めだからなんかわかる、ね、しかもこうやって今さ4回目ディップしてやってんのよ、で4回目ディップしてってんだけどさ、多分さここに出してるから4回ディップしなきゃいけないわけ、こうやってやるんであれば別にそんなにディップしなくていいわけじゃん、まあ、無駄が出してるってことよね、っていう感じでいっぱい喋っていこうと思います。今日はこれでいいかな、このブラシリアルテクニックスのブラシで取って塗っていこうと思う。おー、OK、Come get closer! get closer! あ、色味いいんじゃない、いいんじゃない、あ、いいじゃん、ちょびっと、もしかしたら暗いかもな私にとか思ったんだけど、 4.5 ちょうどよかったね、もう暗かったら暗かったらいいやと思ってたんだ。ねえ、すんげえ、見てこれ、グローイング、オーマイガー、ナチュラルグローみたいな、いいね、いいけどやっぱり私これだけツール使ってんじゃんか、今ここに乗せてこれで撮って乗せてんじゃん、だからやっぱもうちょっと量が必要よね。という感じで、ちょっと待って、このさ私全然お化粧の仕事も全然してないけど、最近は化粧の話しながら酒飲めるからね、おかずにしてそんぐらい好きなんで、あ、いいですね、いいね、いいね、もう超ナチュラルだわ。まあさ、前髪あるからここら辺とかやんなくていいのよ、もったいない、だって見えないんだからさ、なんかあんま上の方、うわすげえ超グロい、なんかね、 OK、 多分これこう何レイヤーもすればちょっとカバー力も出てみたいな感じなんさ、で今このワンレイヤーぐらいじゃん、でブラシでのせてんだけど、すんごいツヤ、やばいマジこれはすごい、なんかうわー、やっぱさすがシャルロット・トゥブリーだけあって、なんかうお、しかも馴染みもいいじゃん、私ビューティーブレンド使ってない、ブラシだけだけどすんげえ馴染んでる。ちょっと待って、ここに AC があって結構風強く当ててんのね、だからちょっと乾燥感じる、待ってや、んーで、おや、こんなんでどうだ、こうバーってブー、もう本当に AC
AC なんかそのヒーターとかさの目の前で化粧するのあんまり良くないですよね。風当たりまくってさ、なんか乾くのに敏感なものとかあるじゃん。肌にのせた瞬間にすぐ乾いちゃダメなやつとかさ、ね、そういうのとかはちょっとやっぱ目の前でやんない方がいいよね。もうワンレイヤーぐらい欲しいの、このちょっとカバージが欲しいからっていう感じで、これた今日さあれかな、ただメイクの花メイクの感想言って終わるあれになるかな。ちょっとね、なんかベラベラ喋ろうかと思ったんだけど集中できん集中できん、 メイクに集中してるからそういう話はできん今という感じのビデオになりそうだ。うぅー Look at that! おぉすげえ、ツヤがやべえ。みんななんか前は自分のファンデーションにイルミネーターとかさ、これ私が今使ってるのこれリクイッドライトって書いてあるんだけど、ね、セラムハイライターだって。セラムハイライターで、このブランドさ、私イリアって読んでたんだけど、なんかねアイリアって読む人もいるし、なんか正直なんて読むのって感じ。なんかそういうブランドいっぱいあるよね。まあ私前はファンデーションにこういうのを混ぜてツヤ出してたのね。あとはモイスチュライザーだから保湿クリームとかに混ぜてツヤを出してたんだけど、このファンデーションはそんなんいらんし、なんかさグリッターグリッターしてないわけ。なんか何このツヤ、何からできてんの。粒子なんだろうけど、その粒子が目に見えない、はっきりと。なんかわかる、ギラギラしてない。これはさギラギラするよだけど、ギラギラしてない。なんかこうなんかさこうスキンケアちゃんとできてるから、それがさファンデーション通してこう出てきたようなツヤじゃない。 OK、 このファンデーションマジで買い、みんなマジで買いだぜ。 4.5、 私は 4.5 ね。でこんな感じで、次にごめん、これは今までずっと使ってるやつを使おう。フェンティビューティーのリアーナのやつよ、のマッチスティックス、マッチスティックス、カラーがトリュフです。トリュフカラー4番。これはスティックコントアするようなやつです。でコントアしていくんだ。でいつも入れてんのはここに入れるじゃん、相変わらずなんだけどね。今日さ言ったのが市役所じゃないいくら市役所じゃん、だから正直ここまでしなくていいのね。市役所だったら正直保湿クリームにイルミネーター混ぜていけばいいんだけどね。なんですけど、まあほら試したいからさ、私は今日そういう感じでやってますが、今日アイメイクあんましないつもりだったんだけど、こういう感じ、自分の影したいところだよね。ふわふわしたさブラシあるじゃん、こういうの、こういうのでクリームコントアーは、てかさごめんごめん、癖だ癖だこれ、癖だ、やり方をずっと喋ってる癖だこれ別に話さなくていいのに違う話すればいいのに、メイクの仕方の話してるの、ああ癖だわ。まあいいや、とりあえずこういった感じのブラシあるじゃんか。で私はこうやってブレンドしていくんですよ。 OK、 さセレブがさいろいろ化粧品出したじゃんか、アメリカの方ね。レイディーガーガーもあるし、みんな持ってんじゃん。ジャスティン・ビーバーのワイフのさヘイリーちゃんとかさもそうだし、あとカイリーもそうだし、まあキム・カーダシャンとかもさブランド持ってるし、レディガガ言ったじゃんか、あとセレナ・ゴメスちゃんとか、ジェイ・ローもあるよね、あとまあリアーナもそうじゃん。で今使ってるのリアーナじゃん。あれね、思った、 YouTube もそうだし、この化粧の業界もそうだけどさ、結局さセレブの人たちがさ商品出せばさ、それはお客さん買うよねYouTube も一緒でさ、そのセレブとか芸能人がさチャンネル始めたらやっぱみんなそっち見るよねっていうてかどのブランドもそうだけどさ、やっぱ今の時代さ出る化粧品っていうのは何でもいいよな何でもいい
スキンケアもそうだし化粧品もそうだけど、やっぱりみんなもう学んだじゃんか、いろんないろいろこの化粧のさ、すげえ化粧がこうわーってなった時代があって、で今それで落ち着いてさ、もうみんな結構学んだじゃん、何が悪くて何がいいみたいなのを。だからいいものばっかだよね本当にマジで。その中で私はなんか、まあ、自分の好みもあるけど、それにプラスやっぱりアニマルテスティングしてないのにはスティックしてそれを買うつもり。だから日本の化粧品がよくわからない、 どれがやっぱそういうのサポートしたいなと思ってるから、アニマルテスティングしてない化粧品は日本でどこで買えるんだろう、多分個人とかの人になるのかな。新しい化粧品出してる日本の人とかでもさ、その話とかあんましてないじゃんか。だからよくわからないから、だから今でも海外の化粧品を買うし使ってるんだけどね。なんかいまいちよくわからないから、わかる人いたらぜひ教えてください。 OK ブレンドした。いや鼻もやったじゃん、鼻も、もう全部これで、目元とかもこれでやった。ほんでこれをねブレンドするときっていうのは別にギシッてしなくていいのよ。もうなんかもうふわーってブレンドしてくれたらよくてコンシーラーをね2つ買いましたはい、これがこの2つ、コーサース、合ってる言い方、コーサース、スカウサース、KO だからコだよね、カとは読まないよね、コーサース、コーシース、コーシース、あるの分からん。そうコンシーラーで、なんでこれ買ったかっていうと1本15ドルだったの、これ小さいサイズのやつね。で15ドルだったの、安いじゃん。でなおかつ、まあね、色がねこういう感じ2種類買いました。これはさっき言ったファンデーションと同じで、うわー分かんねえな色味みたいな。なんかコンシーラーってさ2つ欲しいんですよ、1個は自分の目の下に合うハイライトのカラー、まあ、だから自分のファンデーションよりも、まあ、2トーンぐらい明るぐらいがいいんだけど、ちょっと明るめのハイライターで、もう1個が自分のスキンとか、まあ、ファンデーションに近いカラーで、例えばニキビがあるけど消したいみたいなさ、例えばここら辺にニキビがあったらするじゃん、したらここに使っているコンシーラー、明るめのコンシーラー、自分が明るくしたいなと思って買ったコンシーラーで、ここやったらさ、ここがティーンって明るくなるわけでしょ。それって正直おかしいじゃないね。でだから自分のその肌に近いような感じのコンシーラーを欲しいなと思って、とりあえず2色買ったのね。2色、こっちが明るくてこっちが濃いみたい。いや、うん、これかなり明るいんだけど、多分こっちで行った方が良さそうだな。こっちで行きます。ミディアムタン、ミディアムタンの with olive undertone、 オリーブアンダートーン、オリーブアンダートーンだからちょっとクールカラーなのはずで、6番、まあ行くか、これはこれで行くで。いやで鼻に、あのね、ここにしないの、しなくなったの年取ってから。なんでだと思う、あだいさ、ここにさ眉間にシワがすごいできるわけ、すんごい嫌なんだけど。もう昔からこう眩しかったりするとこうやってたりとか、多分この話の表現の仕方でさ、なんかわかる、なんかよくこうくしゃってなってて、でもここにもしっかりとその眉間のシワができるので、ここにたくさん化粧品のせると、いやー、あんまり良くないんさ。だから、OK。あー、これはちょっと多分さ、このコンシーラーすごくいいんだけど、すっげーカバー力ある。あー、でも色味間違えたわ。これはちょっと黄色すぎん。間違った。あーし、間違えた、これは違う。この色は違う。
これさあーちょっとファンデーションをなんか台無しにしてるわね。これカバー力がすっごいあるからこそこんなに乗せなくていいし、私が乗せたみたいにちょっとカバー力すげえな。これこんなにすごくなくていいじゃん。ファンデーションがこれだけツヤツヤしてるのに見て、超マットでなんかこれだからね、初めてメイクスこう全体的にやるっていうのはちょっと危険ですな。あ、だからカバー力あっていいよ、若い子とかにはいいよ。なんかヘビちょっとこれビューティーブレンダーで伸ばさなかったら何で伸ばすって感じ。多分指とかでやったらもっと厚みが出ちゃって重たい感じになると思うけど、まあ、とりあえず伸ばしたじゃんね。なんかわかる、イエローだよね。まあいいや、とりあえず結構乗せちゃったからね。カーラーのまた嫌だし、今使ったコンシーラーをこの先も使うんであればもうちょっとマットな感じのファンデーションと合わせるか、量を超少なめにつければよかったでしょ。で次ですよ皆さん、シャロットゥーベリーまた来ました。シャロットゥーベリーのずっと欲しかったやつ、これもう昔に出て高くってあんま手出せなかったんだけど、まあ、クリスマスだったっていうのもあって買わせていただきました。これはね、ビューティーライトワンイージーハイライトブラシイルミネーターって書いてあります。そうです。あ、なんか先にスポンジがついてるやつわかる、これよ。あ、ずっと欲しかったんだこれ。しかもこの色結構売り切れな時は売り切れで、うビューブランニュー、ふーちょっとスクイーズしてます今。ねえ、ずっとスクイーズしてたじゃん。結構押してたのね。グーとか言って。違う。ここにこうやってクリックするみたい、こうやって回して。はず。回してオンオフとか書いてあるから回して多分オッケー。でちょっと押すんだね。回してちょっと押すんだよ。おー来ました。ええやん。出てきた。もろつやってる。じゃこれをね今ですよ、この高いところに乗せるんですよ。ねえ超エクスペンシブじゃないこの色が、見て。あほこれよ、ちょっともったいないもん。これ使おう。 OK これしまうけどね、ちょっともったいないね。まあ、でもこうやって使うもんだこうやって使うもんだ。 OK ずっと欲しかったやつ、これ指でいこうかな。はあ、あ、いいね。はあ、YESこの色味、そしてこのエクスペンシブなツヤ、イエース、いいね。ナチュラルみたいな感じじゃない。こういう感じのメイクってさあんまりパウダーから避けたいじゃんね。だからもうちょっとのせようかな。このライこのさカメラの感じはいいんだけど、ちょっと肉眼で見るともうちょっと欲しい。でさ流行りはさこう鼻にものせるのね。オッケーええやん。どんな感じですか。ちょっと手洗ってくるわ。久しぶりの化粧品買ったから久しぶりになんかちらほら買ったりとかしてたけど、このずっと欲しかったやつとか
手に入れちゃってちょっと気分上がってます。えそうしたら次はですねアイブロウやろうと思います。ちょっと待って分かってたけどさ今日ってさ水曜日なんだね。そうやん今日急水曜日やん。あのねみんな聞いてとか全然話これからずれるんだけどさお化粧とまた全然違うんだけどなんで今これ急いでやらなきゃいけないかっていうとあの冷凍品とかがあるからなんだけどね。私ね日本に引っ越してきてからお友達がさ生活クラブってわかる？あの全国でやってるみたいなんだけど届かないところはあるみたいなんだけどね。生活クラブっていう、まあ、いわゆる生協なんだけど、まあ、要はさ食べ物をオーダーして家にデリバリーしてくれるんだけど、あの食料品とかよ食料品とかをデリバリーしてくれるやつに入ってるので、生活クラブっていうのやってるんだけどね、その日本に引っ越してきてすぐお友達が、その子もお子さんいるお友達でね、彼女がなんかその生活クラブいいよっつって言ってたの。ネギね。で調べたんさ、てかいろいろ調べたの日本に来てから、どういうもの食べ物よね、どうしようかなと思っていろいろ調べたの、ね、でそしたらちょっと入んねネギはあそこに入れる、ペントリーに入れる。そうで調べたので、そしたら生活クラブってその農薬とかあとは化学調味料とかそういうものを使わないで作っている野菜とかあとは食料品とかを扱ってたのね。であいいじゃんと思って、でそっからそれをね使ってるの。もう何ヶ月も経つんだよね、3ヶ月目ぐらいなのかな今。なんだけどさ、ソーファーソーグッドでいい感じですよ。中には農薬を減らして作ってますっていう野菜とかフルーツとかもあるんだけど、すごい信用できる。なんか適当に行ったスーパーで買う野菜とかよりかは信頼できるじゃんか、わかる？なんか適当に行ったスーパーで売ってる野菜とかでさ、どこから来たのかな、どういう風に作られたのかなって思わない？で、物によってはそれをちゃんとしっかりと書いてあるところもあるけどさ、まあ大体ね、そんなんないじゃん、書いてるところも少ないでしょ。で、私はさこれパソコンでオーダーしてるんだけど、昔みたいな感じで紙にさこうわーって商品が書いてあって、それに丸つけてオーダーすることもできるわけ。そう、とりあえずだから私が今週1で使ってるのはこの生活クラブで食材を買ってます。でもちろんここだけにねとどまらない時とか、週1だけのデリバーだから全然食材がもう手元にいない、冷蔵庫にいないっていうこととかも結構多くなるわけね。水曜日にデリバーしてくれるんだけど、月火ぐらいになると結構厳しくなってきたりするんだ。だからそういったらお店に走ったりとかするけど、そう、行くない？この人参とかもさ、あの化学肥料使ってませんとか書いてあるわけで、日本、私がねすごく信じてるのはね、住んでいるところでできたものを食べるのが一番自分の体に合ってるわけよね。だから例えば自分がめっちゃトロピカルなところにいて暑いじゃん、だからやっぱりその温度を、自分の体温を下げるために暑いから、あのエアコンの下でバーってぶつかってるんじゃなくって、食べ物とかで温度を下げるっていうやり方が、まあ、昔からやってるやり方じゃんね。でそうなると、そのそこでできる、例えば パイナップルとかバナナとか、あとはスイカとかさ、なんかそういうものってこの体温を下げてくれるから、そういったものを食べるのがその自分の体に一番合ってるわけよね。で北海道にもし住んでるであれば、それこそさ
お芋とかさ体温めてくれる人参とか、だからそういうものを食べるじゃん、寒いところに行くと。そういった意味でなんか日本に来てからほら、それこそ私パパイヤ大好きなんだけど、パパイヤとか食べることはもうないよ、買えないしね、夏でもあんまり。だけどこっち来てから特に今はさ、みんな手元で手に届くのがみかんじゃん。みかんすごく手に届くじゃん。だからみかんすごい食べるし、あとリンゴと、あとバナナかな、バナナもすごい食べてる、フルーツをね。そうなんだよ。で、ちょ待って、化粧してるのにすまんな化粧してるのにすまん、化粧していてる時なのにすまんな。あとイチゴね、イチゴがうまい。あとこれさ、これね、このパンとかもさ、1,2,3,4,5,6,7 7個しか材料が入ってないわけ。あのいわゆるさ、コンビニとかで見れるパン、売ってるパン後ろ見てみ、めっちゃ入ってるから。もでこれは普通にその小麦粉と砂糖とショートニングと、あと麦糖パン酵母、塩、お酢じゃん。なんか保存剤とか入ってないわけ。あー、どこにいるよ。プッシュしたら爆発して、この袋がやべえ。そうなんだよ皆さん、ちょっとさ、化粧の話からすごいずれたけど、あ、ちなみにこれとかぶなしにした。あとこれピーマンね。でこれは小松菜、美味しいよね。あとみかん、これは 1.6kg 足りない、全然足りません。私これ2個オーダーしたと思うんだけどな。でこれ玉ねぎじゃん。でもね、みかんは結構さ、ナチュラルのシュガーがすっごい入ってんじゃん。だからめっちゃ甘いじゃん。だからもうさ、エディソンとかめっちゃ食べんの。でそれはさ、逆に良くないよね。例えばみかんをさ、1日に 5個以上とか食べるとかなりの砂糖じゃん。それはバナナも同じ でそんなこと言ったら、バナナにも放射能入ってるから、そんなこと言ったらキリがないんですけれどもね。例えばこれとか、これはね、ツナ缶、マグロの油漬けツナ缶じゃんとかさ、これはたくあん、よくない？たくあんはね、結構あれだよ、色付けしてるから、売ってあるやつは巻きっきのやつとか多いじゃん、色付けしてるんだよね。だから、まあ、あんまりそういうの買いたくないよね。レーズンと、これはピスタチオっていう感じで、あと卵ね、平飼いの卵。あとこれはちくわじゃんとかさ、なんかオリジナルで作ってる、会社がオリジナル作ってるベーコンとかあるんだよ。これはウインナーとかあって、これ何、おにぎり昆布だって。おにぎり昆布だってって言って、私が買ったんだけどさ、忘れて、1週間前にオーダーしたやつが来るんだ。そうだから忘れちゃう。そうさ、お肉とかもさ、ホルモン注射とかしてない、動物のだからおすすめ。あとこれはフローズンのお肉たちね、これが何これ、鶏のももミンチ。あとこれは鶏のもも。冷蔵庫、これは足りない、小さい。とりあえずこんなんで、そう
邪魔いじゃん。じゃあ、OK。で、メイクまた始める、俺は。え?OK。そしたら、次なんだっけ?アイブロウ。次、アイブロウ行きまーす。アイブロウはまたこの同じブランド、コサスかなのブランドです。トップ。トップカラー。です。で、本当はもっと欲しい色があったんだけど、売り切れだったから、とりあえずこれにしたんだよね。もしかしたら色合わないかもしれない、私のアイブロウと。なんでこれを選んだかっていうと、ウルトラ細いらしいの、ここが。ウルトラ細いやつなんだよ。めっちゃ細いやつ。なのね。で、ただのアイブロウペンシルだけど、すっげー細いやつなの。だからこう、描きやすいっていうやつ。で、今日はね、市役所なんで。これさ、オータの、マキシマムラッシーズっていう、マスカラ。ただの、目のマスカラなんだけど、私はこれアイブロウに使ってるのね。ただ溶かすだけさ。そうするとちょっと、こう、束感が出て、可愛くなる。いや、すっかり忘れた、この食料品のデリバーが来ることすっかり忘れたわ。タバカン出たでしょ。で、足りないところをさ、この子でさ、そのブローポップナノらしいです。ナノ。ナノ。マイクロスモーナノ。めっちゃ小さくね。これで描いていくんだね。色味合ってると思う。うんうん、色味はいいね。色味はわかる。このさ、ここら辺の隙間とか埋めてんの今。前は、昔はさ、コンシーラーでうーとかしてたけど、もう最近はそこまでしてないです。なんかそれこそ旦那とデート行くとかさ、ちょっとドレスアップするとかってやるけど、普段はしてないかな。なんかさ、ちょっとこう血管を出すようにこの眉頭のここら辺とかこうやってやったんだけど、このペンシルはあんまりそういう仕事はしてくれない。いや、それだったら、あの NYX のブラシのやつがあるんだけど、それでシュッシュッシュッって書いたりとか、あとはポーミーのなんか、わかる?アナスタシアとかさ、のやつの、このポーミーのやつで、こうやってブラシで書いた方がいいね。じゃんで、アイブロウ終わったじゃん。そしたら次、口で終わりよ、もう。そう、口よ、皆さん、口がさ、見せたいね。お、あと、あ、いや、これ買ったんだわ。これ、ミルク。ミルクメイクアップ。かわいいよね、名前が。の、マスカラで、ヴィーガンって書いてある。これはヴィーガンらしいよ。ウォータープルーフのマスカラを探してて、まあ、さ、ものすごいって噂を別に聞いたわけでもないのね。本当にセフォラのウェブサイトで、ウォータープルーフマスカラつってやって、もう私はこの目の下のここのさ、マスカラはウォータープルーフしか信じてないから絶対つくのね。なんかこの顔の作りでなのか、あのマスカラの質なのかわからないけど、ウォータープルーフって書かれてるやつも結構ここにつくこととかがあるのね。まあ多分あれはあれだな、そのブランドのやつだな。なんだけど、いろいろ試してて、それでこのミルクコスメティックスのさ、レイズマスカラ、ウォータープルーフって書いてあるやつ、まあ、今回これを買ってみました。いや、これマスカラ命の人結構いるじゃない。もう地まつげで、私はもうまつげ X ってついちゃってるから、上はつけないんだよね。上はそのまんまでいいじゃん。まあこれは時間経ってみないと何とも言えん。つくのかつかねえのかっていうね。で、最後にリップです。リップは結構今回買いました。ね。マリオの、メイクアップバイマリオの、リップライナーも買った。あのね、私ヌードカラー好きだけど、ヌードカラー行くんであれば、
メイクアップマリオはいいんじゃないでしょうか。もうヌードにヌードを追求したリップがいっぱいあるからね。だからおう、これ今開けてるんだけど、あのシャープナーが入ってる、シャープナーが入ってました。これさ、シャープナーさ、ちょっと細かいこと言うとさ、このここにさカバーついてるついてないと全然違くない？私はちょっと違うんだけど、わかる？だってこれだったらもうゴミがこのまま出るからさ、ゴミの上でやるかティッシュの上とか必要じゃん。でもカバーがあったら別に なくていいじゃんね、とか思いましたけど、はいはい。これまずこのカラーさ、カラーが大事なんだよね。Burnt Sienna Sienna Burnt Sienna Burnt Sienna って書いてある。 Burnt Sienna Color で、あ、ブラシついてるんだね。反対側にはブラシがついてて馴染ませるやつだね。でこっちはこのカラー、なんかちょっと赤、あ、ちょっとピンクヌードな感じだねこれは。でもう一個がやっぱリップライナーってちょっと自分が欲しい、こう全体的な色がいいなよりかちょっと濃いめが欲しいじゃん、輪郭をはっきり出したい人はね。 OK でもう一個の方の色がスパイスとチャイ、スパイスとチャイ、このスパイスとチャイ、こっちがスパイスチャイね、こっちいい色じゃん。今日私そっちの気分だわ。だから書いていこうと思います。いい色、間違いない。これはエブリデイ使えるカラーです。すんごいおすすめで、この内側に入れる塗るやつですよ。またシャーロットゥーブリー買いました。ね、2色買ったんだけど、1個がカバースター、カバースター、これちょっと使ってみるね、使ってみるっていうかスウォッチしてみるね。このさパッケージがもうなんかすごく 80s な色感じゃない？ああー、これはちょっとかなりヌードだな。ちょっと明るすぎるかもしれんな。私の肌色には明るすぎるかもしれない。でもう一個の方がキャットウォーキング、そう、こっちがちょっとピンクっぽいなと思って買ったんだよ。あー、こっちだね。今日こっちの気分だな。うん、Yes. うん。Yes. Yes. リップライナーとリップスティック組み合わせるなら同じブランドのやつがいいと思うんだけどね、基本的には。私が今日使ったのはこれ、キャットウォーキングと、あと、マリオの、スパイスとチャイです。コンビネーション、これね。で、これ今日私今日つけないけど、じゃあちょっと見せますわ。グロッシアー、グロッシアーっていうブランドわかる？グロッシアーでいいんじゃない？グロッシアーっていうブランド。何の色買ったんだこれ私。ウルトラリップって書いてあって、ハイドレーティングシャインプラスカラー。だから、あ、ヴィラカラー。ヴィラ、ここね。ヴィラで、これはなんか、まあ、今日のメイクでこれ使っててもよかったんだけど、なんか本当にこうめっちゃナチュラルで、だけどなんかリップ自分のカラー嫌なんだよなみたいな、ちょっとお化粧してます唇みたいな感じで外に出たい時の色として買ったやつなのね。見てこのツヤといい、あの保湿すごくするからマットフィニッシュではなくって、だからつけた時にさ、あ、お化粧してるね、でもなんか
くどくない色だねみたいな、なんかうるさくない、なんかテクスチャーとかもなんかナチュラルだなっていう感じで仕上がるリップスティックカラーなんでね。私が今使ってるのめっちゃマットじゃんね。だからお出かけする時とかでもいいし、エブリデイでもいいと思うんだけど、まあ、結局ヌードが一番使いやすいんだよ。 OK、 今日のメイクはこんな感じにします。はい、これ日本で買ったの、ヘアサロン行った時にヘアサロンで買ったんだけど、これめっちゃいい。これ使ってる人いますか？なんか私やっぱりずっと髪の毛ブリーチしてるから、どんなオイルをつけても髪の毛が吸っちゃうんだよ髪の毛が吸っちゃうの、まあ、それぐらい傷んでるんだけどね。なんだよ。で、どんな、なんかいいオイルありますかねとか言って、その髪の毛やってくれた人に聞いたら、まあうち何種類かあるんですけど、まあ、これ試してみたらどうですかみたいな感じで言ってくれて、で買ったの。これは吸わねえんだ私の髪が。だからいい感じ。ちょっと内巻きにしてる。今日ヒートプロテクターとか使ってないです。ちょっと間違えちゃった間違えたとかあるの？ちょっと間違えちゃったちょっと間違えたなまあいいや、耳かけちゃう。コテ通すだけツヤ出るよね、本当に。当たり前のことだけどさ、コテするとしないと全然違うよね。あのさ、最近寝る前に見てるあの韓国ドラマがあるんだけど、結構古いやつだよね。ヴィレンツィオだっけ、ヴィレンツィオとかいう、なんか絶対間違えてる言い方、なんかヴィから始まるんだよ。なんかイタリアの名前のやつで、でも韓国ドラマなんだけど、弁護士ですかね。イタリア、韓国系イタリア人の、弁護士の人の、まあ、やつなんだよ。まあ、その人がさ、韓国に引っ越してきて、で、まあ、いわゆるイタリアのギャングなんだけど、弁護士みたいな。まあいいんだけどさ、それを見てるのね、最近寝る前に見てるので、昨日の夜も見てたんだけどね、一言言いたいのがあるんだけどねあのね、そのね、見たことある人いますか？まず感づいた人いる？あのさ、その主人公の男性、そのイタリア系韓国人と言われる人は別にないんだけど、それ以外の結構男性俳優さんたちをさ見るとさ、ファンデーションの色がね全然違うの。あの首と全然合ってなくて、めっちゃ黄色いんだ。みんな大体みんな結構黄色いよね。でライトの当て方だとは思うんだけどさ、すっごくその黄色がまた目立っちゃってて、なんかもうそれにしか結構目がいかなくてさ、これちょっと共感してくれる人いるかなとずっと思ってたわけね。たまにない？なんか韓国ドラマとか見てて思ったことある人だったらぜひ教えてください。あのね、私が結構目につくのがこうやってつけるんだよ、こうやってね。だからボサボサになってる。目につくのがなんかお酒とか飲んだ時のシーンとかで酔っ払ってる感じを出したいから、めっちゃすげえさ濃い色のチークとかをつけるの、男性でも女性でもここら辺とかに。あーみたいな、めっちゃなんか化粧気があるなとかさ、その不自然な感じの化粧気でなんかすごいね、あのやってますみたいな雰囲気を出すためにそうやってんだと思うんだけど。であとなんか泣くシーンとかで、多分ここら辺にめっちゃなんかこうピンクイッシュなアイライナーとかを引いてんのね、ここに。それこそもうなんか粘膜のところとかに。でピンクな感じだから、まあちょっとさパッと見泣いてる風に見えるの、本当に化粧のおかげで。それとかもすごい、あすっげえなんかさっきのシーンからいきなり目の周りがすげえピンクになったなみたいな、目の下が特にピンクになったなとかさ、すごいそういうの目いっちゃう。 OK、 こんな感じでつけて、この前髪さ
こうなっても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 いいわけ、重みがあるからね。 OK、 まあいいや、これでおしまいです。今日は終わりました、終わりました。 OK、 そうしたらすごい目の前がごちゃごちゃです。箱とかごちゃごちゃしてるし、それにあのキッチンは食料品がまだなんかごちゃごちゃしてるから、それをとりあえず片付けて私は市役所に行こうと思います。ということで皆さん、長くなりましたか、長くなりましたが見ていただいてありがとうございました。あの楽しんでくれた方はぜひライクをしてくださいね。そんな感じでこれからもビデオを撮っていこうかと思います。何か見たいものがあればぜひ教えてください。私に合うようなことであればぜひ参考にさせていただこうと思います。はい、こんな感じで今日はメイクしました。パウダーは何もつけないでいこうと思います。はい、ツヤがすごくない？ということで見ていただいてありがとうございました。また今度会いましょう、また次のビデオで会いましょう。では See you next time. Bye.